の炎に抱かれてしまう。はい、どうも、最近魚が食べたすぎて美味しい魚屋さんを探してる男、カイトでーす。誰かいい感じのお店知ってる人いませんか？スーパーとかのでもいいんですが、やっぱり旬の魚をさばいてくれたり調理してくれる店に行きたいものですね。なんだかんだ俺生まれて釣りしたことないんだよね。ということで今回は国民的アニメキャラの殿堂入りボケでに突っ込みしてみた神回総集編第6弾でーす。次のボケでシリーズは新作出すので少々皆様お待ちください。この動画が一瞬でもいいなと感じたらグッド評価をポチッとぶちかましていただけたら本人のやる気につながりますのでどうかよろしくお願いいたします。それではどうぞ。待ってろよ甲子園。いやスポーツ間違えとる。野球頑張るのかサッカー頑張るのかどっちだよ。完全に紛らわしいのまだは。勝った俺は勝ったのかキャプテン。よしみんな胴上げだ。まず救急車で搬送してあげて。このタイミングで胴上げはちげえ。追加ダメージで息のでも止めに行く気か。味の素の素、これをかけるとどんなにまずい料理でも美味しくなってしまう。うまい。ただし違法。最後の最後でアウト。最後さえなければよかったんですがダメでしたね。食べてる時の目が常人じゃないわ。ああもう鉛筆の持ち方思い出せねえ。いやもうお前学校来んなよ。鉛筆の持ち方忘れるやつ初めて見たわ。家で覚えてから学校来てください。いやーすまんすまん。あ先生、校内では理不尽な体罰を禁止されとってな。先生の女の顔はゲスすぎる。恨んで何やってもいいってわけじゃないでしょ。どんだけ伸びたけにイラついてたの。泣かなくてもいいのよ。お姉ちゃんに訳を話してごらん。お友達のお誕生日パーティーに呼ばれていたのにストッカシーお母さんがお洋服を全部クリーニングに出しちゃったの。わかったわ。パーティーがなくなればいいのね。そっちをなくすんかい。意外すぎる解決方法来たわ。服をなんとか用意してあげなさいよ。やーい、おもらしのび太。人の噂も75日。しばらくすれば忘れてしまうよ。数日後。ネットに動画が流出したよ。大衆とんでもない結果になりよった。一生消えないトラウマの毒の歴史に進化しちゃったね。まあけど実際こういうの現代だとなくもないので、皆さんくれぐれも気をつけてください。わあ、なんだこりゃ。どこまでは糸を引くぞ。納豆以上だ。こんなネバネバする魚の卵は食べたことないや。うひょ、今度はポリポリブチブチ。口の中で賑やかに卵が弾ける。この食感面白いな。思わず笑っちゃうね。それがいわゆるブリコです。でもまずい。はい、論破。うざさレベルレボレーション。一コマ目あんなにはしゃいでたのに、確かに一度もうまいとは言ってなかった。らっしゃい。いいのが揃ってますよ。三代目、妙に力入って。三代目、張り切ってとこ悪いっすけど、もうこんな時間ですし、そろそろしまいにしましょうや。てめえの人生をか。切れる要素どこにあった。謎に急なポイントで切れる他人の先生並みに厄介。特に私たち、魚には口が肥えているから、ご馳走してくれた人には悪いんだけど、魚料理だとそれほど美味しく感じなかったりね。うっす、みんなうまそうに食べているのに、時々自分がすんごい贅沢物に感じるときあるっす。難しい問題ですね。なら肉を食え。確かにそうだけど、それ言ったらおしまい。また正論野郎の登場。魔界接近説？あんなデタラメを君らは本気にしてるのかね。デタラメですか？いいかね。悪魔とか魔物とかのさばっていたのは大昔のことだ。ここ300年間信用できる目撃例は一つもない。人間社会の発展に押されて絶滅したんだよ。今目の前にいるドラちゃんやスネオも十分その類に入るでしょ。さらっとドラえもんとスネオディスやめろよ。てかお前の体の構造どうなってん？二頭身か。今夜はかば焼きじゃな。何を焼こうとしてんだ。誰がうまいこと言えと。この中から岐阜代表のゆるキャラが決まる。どれもろくなやついない。見た目にドス聞きすぎだろ。全員決まった後悪いことして炎上しそう。それじゃあ翼、今日はこれで帰る。はい。おっと、一つ言い忘れてた。明日来てくれるかな。いいとも。てバカだね。古い世代感バレるようなネタ出してくるな。うわねえ、クリスマスの予定。いや、クリスマスに敏感になりすぎ問題。さすがに人射殺するのはやばすぎる。お前の犯罪のこのレバーどんだけ緩いんだよ。世界名作アニメ本欲の塊。子供に見せられねえ。絶対内容ろくなもんじゃない。世界名作どころか問題だらけで回収作業入るわ。2年間も待たせやがって。先生、のび太、教室に入っていいぞ。のび太くんの急成長しとる。2年間教室の廊下とか誰か気づいてやれよ。今までどうやって生活してんだ。あの人中腰じゃないと子供とも手を繋げないのかもしれない。何の突然のひらめき。確かにそうだけど別にどうでもよくないか。体のサイズが吉田沙織級にたくましい。行くぞ2枚目。相田くん、テスト中は静かにしなさい。相田くんがいちいちうるせえ。何枚もある心テストの問題とかいちいち耳障りだわ。あと服装どう見てもバンガードの大号。このボケで思い出したんですが、俺がセンター試験の時に数学 2B 受けてた時の話で、俺が真面目に受験してる時になんかグーグー聞こえるなと思ったら、近くの席のやつがいびきかきながら寝てる。あいつマジで許せねえわ。自分がセンター試験に数学 1A しか使わないからって最強の妨害受けたわ。こんちくしょう。あ、先生いかがですか。おかげさまで下痢の方は良くなりました。今も快便でしたよ。お前のクソの調子は聞いてねえ。どう考えても手術の方だろ。ストッパー下痢止め飲んどけよ。これを渡しておこう。嫁にスマホを見られた時に飲むがいい。いや、スマホを見られた時が最後の命。お前らどんな夫婦関係してんだ。逆にスマホの中身を気になってきた。もういくつ寝ると夏休み。夏休みには山登り。出来すぎハブって劇場版。出来すぎ食える字が結構オープン。これ本人絶対気にしてるからさらに傷を殴っていくの控えなさいよ。
後ろ向きで魚釣ってんだよ。魚の釣り方がトリッキーすぎる。何もいいところないからその釣り方やめな。周りドン引きしちゃってるから。全てお前次第だヒストリア。従うか戦うかどっちでもいいから選べ。ただし時間がねえから今すぐ決めろ。パス。トランプ勝負がいちいち本気。やってるプレイヤー全員がめっちゃ疲れるわ。涙が溢れるのはそれだけ大事な人だった証拠だ。地に向けられた涙は恵みの雨となり、やがて君が一歩を踏み出す第一となる。ポエムはまだまだあるけど聞く？いや、お前のポエムがくすって泣いてるの気づけ？それ思いっきり滑ってるからな。夏休みの宿題とかで出したら最低値食らうレベルだから。キャーのび太さんのエッジ。のび太さんのバビッチ。なんかうまいやつかー。じわじわ何か笑いが込み上げてくる。いつもクラスで一番の君がテストのために成績落ちてきてる。気にすんな、これまでが薄いたんだよ。のび太を見ろ、しょっちゅう0点でも明るく生きてる。成績が下がったことが一度もない僕を見習いたまえ。お前が一番点数出へんだからじゃ。下がったことないというか君最低の点ね。見習う要素全くない。さあこれは魔法のリンゴだよ。これを食べればどんな願いも叶うのさ。まあおばあさんありがとう。私の願いはただ一つ、のび太さんと結婚する未来を変えてください。裏にはのび太くんめっちゃ嫌ってた。やっぱりしずかちゃんのび太くんと結婚したくなかったんだ。これ本人に映像で見せて。いらっしゃいませ、8748円になります。ここは1000円でいいだろう。なんでそうなった。どこもよくねえわ。お前の計算バグりすぎだろ。ギューガさん、キャプテン、小次郎、誰か医者だ、早く医者を呼べ。あのノートに書いた通りになった。お前が裏で抹殺したんかい。デスノートバリバリ使っとるやんけ。チームのキャプテンに何しとんねん。マジでショックです。まあでも幸せならオッケーです。あっとすごい、伊沢くんが倒れうずくまっている。これは試合続行不可能か。爪をスパイクされ相当の出血です。とどめを刺してきます。お前は極悪クソ野郎か。サッカーというか人としてクソ野郎なんだけど、迷わずに場外からネットガード。理解してあげること、ご家族の皆さんにできることはそれだけです。状況がカオすぎてちょっと無理ある。ラジコンでサッカーボールとかどういうこと。稲妻イレブンの RC シュートでも生み出そうとしてるんか。多分理解するのに10年くらいかかりそう。マジでショックです。まあでも幸せならオッケーです。ここで一句。伸びたまま、息が続かず伸びたまま。ジャイアンが助けてやれよ。何をうまい俳句流暢に読んでんだ。しかもジャイアンが映画の時だけやたらいい人になるバージョンのやつ。この鯉のぼり少し変わってません？え？あ、主人の実家から送られたものなんです。あっちの方じゃそういう鯉のぼりらしくて。へぇ。あ、俺他人が作った料理とか無理なんで。いや、お前も魚さばいとるやないかい。他人に自分の料理二度と食わすなよ。元気出してください横山さん。味には自信があるんです。あとはお客さんの目を引くような、そう、目玉があればいいんですよ。目玉？なるほど。で、三代目、その目玉ってなんや。そのメガネの下に二つあるじゃないですか。いや、目玉の方形。完全に思考がサイコパス寄りの方の人だった。目玉犠牲に注目引きたくない。なんだろうこの魚。形は殻頭にちょっと似てるけど、色は黒っぽくて白い斑点が。よくわからないけど500円で売っちゃえ。よくわからなくて適当に売るなよ。500円ですき焼きの牛丼大盛り感覚かよ。誰かに聞きなさい。パパの動かす車なんて危なくて乗れますか。君たちに言っておくが、運動神経のせいじゃない。会社が忙しくて教習所へ行けないからだ。練習不足のせいなのだ。だったら毎日その辺で練習すればいいのに。この辺りのコンビニには全部突っ込んだんだよ。お前どんだけコンビニの被害もたらしてんだ。毎日ニュースタタになるレベルで迷惑。多分地元のあたりコンビニクラッシャー。まずこうバーンとでかいんだよ。便器からはみ出しちゃってるわけ。それで俺は口を大きく開けて横からかぶりつき、話が汚すぎて最後まで聞き伏せるわ。何を堂々とうんこの話してんだ。ハッピーセットでお待ちのお客様。お客様の見た目のパンチ力えぐいて。絶対頼まなそうな人来たもん。俺が店員だったらお客さん間違えたかどうか一回確認する。どうする、いい話だけどこんなにうまい話があるのか。超絶美人に逆ナンされた上に価値ある壺まで手に入りそうだ。絶対それ詐欺のやつ。さすがにそこまでのテンプレ展開で気づけ。遊戯王の強欲な壺家に置いてある女くらい多分そいつ嫌い。私のお墓の前で泣かないでください。そこに私は。その隣です。逆にそこにいないでほしい。急なホラー的状況。バイキンマン、アンパンマンを倒すためにバイキン星からやってきた。自分は天才科学者だと思っているが変なものばかり作る。食べ物が大好きですぐ横取りしようとする。そんな自分が大嫌い。同伴する感情と行動のさ、常に自問自答する日々じゃん。たまにいる、なんで俺って生まれたのかなとか部屋の隅の方で考えてる人。業界にもいろんな奴がいるんだな。小一時間ほど雑談した後そう言った。合コンの感想がひどい。さすがに失礼&毒舌すぎるわ。相手どんなバケモンパーティーだったんだよ。吉田沙織、どう？私のポケモンと勝負してみない？めちゃくちゃ強そうなモンスター来た。どうやって揃ったらそんな強靭な肉体手に入れれる？誤ってポケモンを禁止超えて殺すっとだもん。長沢くん、新築おめでとう。火事にトラウマある奴に何をしようとしてるんだ。新しい家に帰りに投げる奴が勝負のことじゃねえぞ。おめでとうって思ってないだろ。渡辺さんの温かい励ましの言葉に僕はどれほど助けられたかわからない。なのに渡辺さんが自分の夢に向かって踏み出そうとしている時に僕は自分のわがまましか言えなかった。渡辺さんに対して僕が今言うべき言葉は、先にシャワー浴びてこいよ。いや、渡辺さんに何言ってんの。完全に抱けるって勘違いした男の末路、こいつを全力でぶん殴ってほしい。
拙者小さな女の子を見ると少しばかり人が変わる。突然のロリコンカミングアウト。自動ポップの竜ロリかける股のひらめき使ってる場合か。おまわりさんこいつ捕まえてください。血が回ってるぞ。これってどの皿を取ってもいいんですか。もちろんいいぞ。どうせ事件でうやむやになるからな。いや、無銭飲食する気満々やないかい。君神をうまいこと利用しよったな。このメンバーが来た瞬間に世界一危険な回転寿司屋になる。なんだ、このトマトは。これが本当にトマトなの？嘘でしょ？これトマトじゃないわよ。トマト万引きした奴らの往生際が悪い。言うことがしらじらしいわ。わざとらしいというか食べてる人素直で諦めろ。何かの間違いでトマトじゃなかったとしてもどっちみちアウト。漫画が面白くて手が離せない。しかしどら焼きも食べたい。そんな時に役に立つのだ。お前本当に22世紀から来たのか。なんとも言えないパチモン感。謝ってどら焼き喉に詰まりそう。サザエさんに言うてくる全自動卵割りクオリティレベル。さっきから私が取ろうと手を伸ばしたものをこいつが先に取ってくる。めちゃくちゃうぜえやつじゃねえか。どんだけ人の商品取ろうとする。せめてカゴを持ってしなさい。キリシタンであればひやぶりじゃ。できないよマリア様。マリア様うむ。こやつ二乗太だ。来たぜ。そっちの方がダメなんか。異次元オタクの方も許されないのね。俺らこの時代から迫害されてたのかよ。宿題か。うんざりするな。みんなで圧縮学習すればパッパと片付くさ。この算数難しい。問題の見方を変えてみるのよ。こっちを先に解いて。どうしてママたちがここにいるんだろう。つねちゃまの大好きなオニオングラタンスープが待ってるざますよ。タケちゃまの大好きなオニオン青タンフックが待ってる。かますよ。ジャイアンママがドキシキショープレイ。家に全く帰りたくなくなったわ。かますよじゃねえんだよ。いいか、後半はチャンスと見たら思い切って攻めていけ。うん、わかった。よし後半だ。翼、父さんは上で見てるからな。いいか、やるからには絶対に負けるな。父さんは負けるのが大嫌いだ。俺だってお前なんて大嫌いだ。お父さんへの裏切り。チャラッと笑顔でひどいこと言うね。言葉のドライブシュートやめろ。怖い金曜ロードショーを見た後の今から風呂場へ向かうとき。動きのキレが半端ねえ。大悟どんだけ敏感になってんだ。一体何が出てくんだよ。ジャイアン、ここに引っかかってるぞ。ひどく脆い岩だ。とてもよじ登れない。早く何とかしろよ。今何とかしようと思ってたのに。ああ、やる気なくした。気分でジャイアンを見捨てるな。この状況でやる気の問題。てかジャイアンもジャイアンで意外に冷静。どうしました？痴漢です。大丈夫ですか？許せない。君よりあの子の方が魅力があるわけだ。確かに許せねえ。そっちか。シンプルに一言余計だわ。いいのよ、お弁当作るから。そう言って笑うだけだった。俺だと作るの大変だからもっと簡単なものでいいよと言っても絶対に変えず。毎回俺は大遅刻。逆に帰って大迷惑。それで遅刻したら意味がない。ありがた迷惑とはまさにこのこと。チクッとしますよ。チクの刺し方じゃねえ。バクリ致命傷レベルの勢いなんだけど。あなたのチクチクさえ来たわ。さあボールは伊沢君へ戻った。打たせろ。沸かします。何？反則すれすれの俺の技を見ろ。余裕で反則でーす。仮にこれセーフだとしても法的にアウト。サッカー中に銃刀法違反で逮捕確定。酒立ちぬ。さすがにマセすぎ。これがトトロが見えた原因か。え、ところでメイちゃん未成年意識印象って知ってる？のび太のうちには古いものないだろう。あるぞ。うちの風呂の水はもう10年も使ってるぞ。いや汚ねえな。飛ぶみたいに濁ってそうなんだけど。ドヤ顔で衝撃のカミングアウト。図体のでかい犬やろ。ありがとうございます。いやただの普通のやりとり。そこはボケてくださいよ。001010101100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 1
ったらチャンネル登録よろしく。それじゃ次の動画でな。またな。